高校3年生になりました佐藤由香。清楚なコスチュームです。レイバックスピン綺麗ですね。綺麗ですね。非常に膝とあの足首が柔らかくて綺麗なスケーティングをしますね。さあ最初のコンビネーションジャンプはトリプルループダブルトーループ、綺麗に決まりました。19日に帰国したばかりネーションズカップドイツから帰ってきました。疲れているんですと話していた佐藤さん。あとあの最初のジャンプが決まって、で嬉しくなって次のジャンプの注意を忘れるということがね、ないといいと思います。五十嵐先輩からのさあその次のジャンプ見てみましょう。綺麗なダブルアクセルですね。スピードのあるいい、あのストレートラインステップです。拍手が起こってきました。綺麗なエッジですね。苦しいところ最後の頑張り。今年のテーマ試合に強くなる。精神的に強いものを感じさせました。戸板女子高校3年生日本の佐藤由香選手。いや今日は本当に素晴らしい出来でしたね。アラビアのロレンスのメロディーに乗りまして今年のスケートカナダでは4位に入りましたが特別賞をもらいました。オリジナルプログラム、これがコンビネーションのループからダブルトーループですね。3回転から2回転でこれで乗っていきましたね。そうですね、あと彼女がのいいところとしましてはね、やはり膝とか足首が非常に深く使えてて、ジャンプの後でもね、スピードが落ちないで綺麗に流れていくということですね。152センチ46キロ17歳。佐藤信夫コーチというよりお父さんが付き添いますが、エレメンツは皆さんいい得点出ましたね。そうですね、すごいですね。お父さんが佐藤信夫さん、お母さんが旧姓大川久美子さん喜んでおります。そしてプレゼンテーション、これもいい得点が出ました。これは素晴らしいですね。ジュニアのチャンピオンがシニアに入っても堂々の戦いぶりを見せています。日本の佐藤由香選手、いい滑りでした。